さあ、というゲーム、ヒットオール2023、実況オールドってこともんだけど、どうやらいいヒットオール2024になってるっぽいね、これね。今までずっと俺2023って言ってたけど、どうやらイーストボールでいつの間にか2020になってたんで、ちょっと今日から、まあ、切り替えて2024としてやっていきましょうかと。で、まあ、おそらく今日木曜日ということで、まあ、メンテが、まあ、そろそろ終わったと思うんで、ちょっとガチャの方ね、まあ、見つつ、まあ、いいガチャだったら回して、まあ、そうじゃなかったら、まあ、適当に試合、まあ、なんか、うまいことね、時間だけ潰して終わろうかなって思ってるんで、まあ、そんな感じで、最後までご視聴よろしくお願いしますってことで、やっていこうか。さあ、ログインボーナスをしっかりと受け取りつつ、なんかめっちゃコインもらえるんだけど、まあ別に正直コインに何百円くらいだったら俺課金してもそんな、まあ、気にならないと思ってるんで、まあそういうガチャ、ビッグタイムみたいなやつとか、引くならちょっとね、コイン厳しいんだけど、俺みたいに FP しか引かない人だったら別に、正直課金してもあんまり痛くないんで、まあ別に、まあコインもらえるのはそこまで嬉しくないんだけど、しっかり FP 見ていきましょうか。さあ、まず左上から、ムバッペ、ファンダイク、オレアンドロ、トロサールに、カルバハル、アチェルビ、お、パブロサラビアいいね。そして、ジョアン・ネベス、クインテン・ティンベル、ゴルガ・グルセダ、ドミニク・ソランケは欲しいね。そして、トリト・ペリシャということで、まあおそらく今回もかなり渋めのガチャになってるんじゃないか。あ、やべ、12がやべ。かなり渋めのガチャだね、これ多分ね。あんまり引く人、あ、こっちちょっと見てみようか。こっちのが、これ CL ガチャだね、多分ね。さあ、ブカヨ・サキングに、ラファエル・レオニングに、あ、センターフォワードのロドリゴちゃん。これはかなり激アツなんじゃないの。そして、アントワーヌ・グリーズマンが CM。やばい、マジで覗いて。最近なんか季節の変わり目というかさ、ちょっと待ってよ。なんか喉が乾燥しちゃって、すごい喉が痛いわ、今。そして、ミケル・メリーの、あ、インモービレいいね。そして、あ、ゾーマーもいいよ。あ、それ、マテウスネス。あ、いいね。ペーペーに、ちょっと知らない人、あ、これ、噂のあれじゃない？あ、こいつじゃねえか。こいつか？違う、なんかさ、あいつは？あいついねえの？噂のさ、なんだっけ？噂の人、めっちゃ若い人、めっちゃ、ここのチームじゃないの？コパヘーゲンにいる人でしょ、確か。噂の人。ちょ、名前が出てこないんだけど、あ、そいつはいねえんだ。残念だな。ただ、マテウス・ヌネスが、OMF になってる？マテウス・ヌネスってさ、誰？ちょっと待って、頭おかしくなってきた。マテウス・ヌネスってさ、あれだよね。ウルブスにいた人だよね？確か。だよね？あ、ちょ、集中モードにします。そうだよね。ウルブスにいた人だよね、マテウス・ヌネスってね。俺持ってるぞ、確か。プレミアリーグガチャかなんかのやつで。待って、このガチャ絶対引いた方がいいぞ。一番欲しいのは、まあ、正直、ロドリゴかな。ただ、この CMF のグリーズマンもちょっと、面白そうなんで使ってみたいっていうのと、あと、ま、ゾマーも欲しいな。ゾマーも結構ね、俺好きなキーパーなんで、まあ、好きなキーパーっていうか、普通にレベル結構高いキーパーだと思ってるんで、ただ、ま、ミケル・メリーノもいい選手、まあ、結構バルセロナからもね、関心を寄せられるレベルの選手なんで、まあ、欲しいのと、まあ、シンプルにロドリゴセンターフォワードは、まあ、めちゃくちゃ欲しいってのと、サカも欲しいよね、普通に考えてね。まあ、結構ね、決定力とかも高めで、あとコンディションの波も小さいし、まあ、サカも欲しいんだけど、まあ、一番欲しいのは、ま、マテウス・ヌネスかな。って感じ。ちょっとこっちはマジ引き毒のガチャだと思うんで、ちょっと3回回しこうか。まあ、正直一番欲しいのは、まあ、ロドリゴ。まあ、気持ち俺の本心を隠さずに言うと、ロドリゴなんだけど、まあ、マテウス・ヌネスでもいいかなっていうところ。さあ、これヤンゾマじゃない？あ、インモービレか。いらねえな、インモービレは。インモービレは正直何がいい選手かあんま分かってないんで、正直ね。あんまりいらないんだが、さあ、2回目引いていきましょうか。さあ、2回目。あ、9番、誰だ？あ、え？あ、ごめんなさい、わかりません。ちょっと、コパヘーゲンでしたね。ちょっと待って、かなり、ゴミ引きをしてる気がするんだが、しっかり3回目でロドリゴを引ければ全て、バンチ解決なんで、あ、グリーズマンか。いや、グリーズマンもね、なんかどうやら、グリーズマン俺結構強いと噂されてるグリーズマン持ってるから、いや、いらねえ。あ、ちょっと待って、こっちもちょっと見てみようか。これまた再び俺が前11回引いた、トルコリーグガチャの2弾だね、これ多分ね。ただ、いい感じの選手は、この中には、いなさそうだな、多分。いないよね、多分。いないんで引きません、今回は。前のはね、フレッチとかエンドンベルとかね、いい選手いっぱいいたから引いたんだけど、今回のあんまりいないんで、ちょっとスルーしていこうか。そして、あれだね、無料分が多分もらえると思うんで、イベント終わらせたらね、それだけ引いて終わっていこうか、今回はね。ということで、一旦カットしましょうか。さあ、ということで、イベント終わらしきゃんで、回しこうか。ちょっとトルコリーグガチャ俺10回回したから、なんか2試合で終わったわ。めちゃくちゃ楽だったわ。で、一応、この中で一番欲しいのは、正直、この、クインテン・ティンベルって選手。俺、星4で前回 FP で来た時の引いたんだけど、結構個人的にね、俺好みのステータスしてて、まあ、守備がちょっと高くて、で、なんかね、ボックスボックスで DMF できるってことで、まあ、結構俺好みの選手なんで、このティンバー、クインテン・ティンバーって人か、まあ、あと、ソランケも欲しいんだけど、ソランケはもう前回来た FP 持ってるんで、まあ、正直いらないってのと、このジョアン・ネビス。ジョアン・ネビスも DMF で、ボックスボックスなんで、
結構 DMF ボックスボックスが結構個人的に好きな選手だから、このティンバーかジョアン・ネベスか、あとこのパウロ・サラビア、これ多分ウルブスにいるの今確か、あの俺の印象だとすごいセビージャで頑張ってた印象なんだけど、このパウロ・サラビアも結構俺個人的にあの2018ぐらいの入れの時にね、あの金玉だった時に使ってた記憶があるんで、まあこれも出ていいかなって感じで、ここの4体かな。まあカルバールとか正直もうおっさんなんでいらないんで、サラビア、ネベス、ティンバーの3体かな、この中で言うとね、が来てくれたらいいかなって感じで、まあ正直そんなに、まあ、当たりがいると思えないんで、このガチャね、あんまり期待してないんで、全然大丈夫ですということで、さあ回していったところ、これ誰だ？お、パウロ・サラビアだ。いいんじゃない？これは結構ちょっと今度使ってみようかな、サラビアね。割とステータスいい感じだったんでね、ちょっとパッと見た感じはね。なんでちょっとね、あのサラビアぜひ使ってみようかなという感じで、まあね、このガードは参考の動画をね、あの参考に、まあ俺的にはね、まあこの FP の方よりもあの CL の方かな、俺が3回回した方を前行くのが圧倒的におすすめだと思うんで、まあぜひねこの動画を参考に、参考に多分ならないと思うんだけど、まあこっちのポット W ワールドワイドノーベンバーよりもまたマッチの方がいいと思うんで、まあそんな感じで、まあぜひ引いてみてどうでしようかというところで、まあ今回の動画ご覧になってごと思うんで、よかったらチャンネル登録がコメント欄よろしくお願いします。さよなら。